はい、それでは今回は緊急のねレイヤーを行こうと思います。これが終わればね、あの星4解放されるんでね、いろんな武器作れますもんね。いろんな武器というか、まあ、いろんな武器では行きます。あー、シビルワード持ってくればよかった。捕獲した方が楽だった。どこでやるんだろう。ムービー入ると思うんですよ、多分。6574、まあ6見て7しかな、まずは。9はねえだろう。いやーでもなんか9の記憶があるんですよね、なんか。だからあえて9からいきます。9にいたけど結局7に飛んでいくみたいな記憶があるんですよ。タケノコ、タケノコと聞くとやっぱね、あのバトルフィールドのあの初心者みたいな、やっぱね、なんか昭和か平成か忘れましたけど、タケノコ族みたいなアホみたいなのがいた気がするんですよ。アホかどうかはまた別として、違った、すんませんでした。来たー、待ったー、どこだろう。あ、蜂っすね。巣ですか。巣だよ。オス、優しいオス。リオレイヤね。きったね、肌の色してんな。よし、久しぶり、リオレイヤーさん。あははは、あっちよこいつ。しゃくれなんだよな、しゃくれ。切りたいけど届かない。まあいいや。知ってることは昔と変わりません。知ってる人は知ってると思うな。耳栓涙目事件っていう。リオレイヤー見てると、あのセカンド G の、金レイヤーをね、
倒した記憶がね、尻尾切ってはね、剥ぎ取ってやれ、宝玉激鈴宝玉かな、宝玉宝玉探してね、借りまくった記憶がある。熱っ、あちちち、もうダメだ、うわキモいやでもディオレイヤーのことを嫁嫁言ってる人いたからな、俺の嫁みたいな。フルフルは可愛いとかなんかネタかよくわかんないですけど、そこら辺はいいんだけど、ディオレイヤーは嫁なのかみたいな。尻尾を切りたい。将軍刻みのね、刻み体験だな、尻尾切りやすかった記憶がある。剣が微妙に長い気がしてな。上か下か、お腹すいたのかな。かわいい、時短だ時短だ。めっちゃ忙しいんだよ。トゲかいらんな、激鈴くれよ。テンプシーテンプシー、まだ切れるかと思ったけどな、そんなことなかった。よし、なんだトゲかよ、いらねえ。ね、セカンド G の時はトゲめっちゃ大事だったけど、いらねえ、もういらん、汚いしむっちゃけ。うわ、こんな狭いとこで踊るんじゃない、室内で暴れるんじゃない。あ、痛い、もう死ぬわ。うー、行っちゃうやろ、行くーやろ。長いなぁ。生に。こっち見てください。
かわいい。あ、そろそろおかわりにならないんですかね。お茶漬けビーム。むしろ2回死んで OK。 と僕は認識してる。それは認識じゃないけどな。で、どこかな、上か。神陽川ね、下っていきますもんね。なんていうキャラクターからのため息とか。そろそろ倒れるんじゃないかなって思ってたんですよね。だかな、火がな、ダメージ食らいすぎるからな。まあ仕方ないよな、ジャギーだし。影を頼りにか、どこに行くんだろう。7か9か8か。ん？ 2？ 2ですかね。マジか。早く降りてきて。うう、待つ。やっぱ爆炎痛かった。まあね、非耐性マイナス20はな、伊達じゃなかった。死んで申し訳ない。いや、死んだだけすみませんとか、すみませんでいいのにごめんとか言うやつマジ腹立ちますよね。友達同士ならね、すまんことかでもいいかもしれないですけど、ねえ、何それみたいな。すまないことをしたっていうことですまんこ。次回何しましょうかね。もう好きなことしてね。やろうと思います。目指せパート100。
FF の方がね、83話ぐらいまで作った記憶あるんですよね。確か。ちょっと見てみましょう、いろいろ。これだ。そう、これ、これが大事。蜂蜜とか知らん。てか、ゴフシリーズ。買えない。どうも。温泉卵くれる。星4はなぁ。ああ。うんうん。特にないな。特に何もなかった。でも星4でね、火山行けるから、鉱石がね、どんどん集まるという。夏目漱石さんの抱負は一度読んでいただきたい。心とはまた違った作品なのでね、僕はどちらかといえば心も楽しかったと思うんですけど、抱負の方がすごい楽しかった。一度読んだ後また読み直す方がもっと楽しかった。さんがね、もうちょっとね、なんかこういい武器作らせてくれるんならよかったかもしれないですけど、そうでもなかったみたいな。レイヤーさんのフォールドかな。うん。お察し。毒体験とかな。誰得。観覧数ね、いいかもしれない。もう作るのめんどくさいみたいな。おお、これは強いはず。贅沢な素材使ってんな。出たー、クイーンブラスター。セレーナにもね、あるんですよね。はい、って感じでしたね。長くなりましたね。はい、失礼いたします。